初めてこのユニホームの袖を,を通して、えー、すごくあの責任を感じています、えー、この背番号を自分の背番号にしたいって多分みんな言ってると思うんですけど本当にその言葉通りり28番を自分の背番号にしたいと思いますまだまだ今の実力ではストレートで押し,押し通せるピッチャーではないと思うので、えー、これから ストレートで押していける投手になることが今の目標です。大学ではリーグ戦で1勝最後にい上げることができましたが、その1勝を上げるまでの間に学んだことというのはどんなことだったでしょうか。そうですね。あのやっぱり試合野球というスポーツはあの強いものが勝てるわけではないし。 えー、調子が悪くてもその日、勝てるスポーツなので、えーまあ、野球の実力もそうですけど、えー、人間性とか野手が打ってくれるような行動をとったりそういう他のことに大事なところがあるのかなと思いますメ津投手は、えー、宮城県で育ってそして大学は関東でしたが名古屋の印象はどうですか えー、昨日名古屋に来て2回目だったんですけど、あの仙台に似てるなというのが第一印象でした。どういったところがあの駅を出てからあの街並みというか、まあ、車越しで見た景色が少し仙台に似ていたかなと思います最後にプロ野球選手としての夢を教えてください。 えー、日本を代表する投手になることそして中日ドラゴンズの軸となってネオ君も言ったんですけど日本一に貢献できるように頑張りたいと思います。